はい、おはようございます。説明書を見てきたの。そうしたらね、すごいこと書いてあった。このタウンポータルの書っていうのと、あの鑑定の書ってあるでしょ。これ1個持ってると中にいっぱい入れられるんだって。このタウンポータルとか鑑定が、まあつまりあれだよ、ポケモンカードバインダーみたいな感じ。こうやって入れられるみたい。ほれほれ、はいはい、いった。すごいね。ということでこれを買っときます。鑑定の書も買っとこう。今4個入ってる。はい、5個入った。ということで拾ったのどんどん中に入れておけば荷物袋の容量が空く。はい、素晴らしい。よし、じゃあ行こう。前回ね、新しいねクエストがね解放されたの。だからそれをやりに行こう。どこだどこだどこだ、ポータルポータル、あった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 。はい、でどこに行けばいいのかよくわかんないんだよね。今やらなきゃいけないっていうか、今あるクエストがこれ。ケイン探索、地下通路を通って暗き森に行き、イニファスの木を探し巻物を取れ。地下通路を探すのと暗き門の彼方、黒き森、あ、どっちにしろ地下通路探さなきゃいけないんだ。じゃあ地下通路探しに行きます。なんかあった。あ、こっから出てくるんだこのフクロウが。じゃあガンガン殺しとこう。殺すじゃないや、倒しとこう。あ、敵が強くなった。やばい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 。あ、こいつ殺せばいいんだ。やべやべ、あー、死んだ。カーバーっていうのに殺されたんだ。うわ、荷物がない。取りに行かなきゃ。え、あれ、アリザ来ないんだけど、なんで？アリザいない、アリザいない。アリザ、家があった。ポータル、ここポータルかな、ここ。あ、中継点やった。で、アリザどこ。アリザ一旦戻ろう。
うー、よしよし、中継点増えた、やった。グリーティングス。よし、で岩の原に行って、あぶね、出た瞬間死ぬんだけど。よし行こう。危ない、死ぬこれ、すぐ出た瞬間死ぬよ、怖い、敵がいるんだもん、待ち構えてるんだもん。逃げよう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 、これ死ぬわ、出た瞬間死ぬ。あ、じゃあ出て距離取って魔法で殺そう。やべやべやべ、死んだ。アリザいないと困っちゃうんだけど、私の防具、危な、あと2だった。てかアリザ、アリザどこ行ったの？こいつの部下だったよね、もともと。ねえアリザ知らない？アリザは？京子？あ、じゃあ京子連れてご。アリザは知らない。じゃあ京子よろしくね。あ、京子行け行け。私の死体、あった、私の死体。京子やれよ。で一旦安全なとこ行こう。でどうなってんの私のアイテム。あ、戻ってきた戻ってきた。あーよかった。でアリザどうしたの、アリザ、ね、アリザは Good to see you.ちょっと防具かなんか買おっか、4200いくら、防御力37ね。あ、これ欲しい、必要筋力36だって。じゃあげよう、必要筋力、うん、上がる上がる上がる。よし、ください。よしよしよし、
よし。48。37。じゃこれを売ろう。帽子が6。これにしよう。これを売ってかぶる。よし。防御力が3。ベルト売ろう。よし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 、いいね。うん、これでちょっとだけ安全になったよね。よし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 。で、傭兵何匹雇えんだろう。ねえ、傭兵もっと雇える？一人しか雇えないのかな。いっぱい雇わせてよ。じゃあ行こっか。岩の原。岩の原敵が強いよ。なんだろう。蹴る。These stones radiate powerful magic. この岩は魔力を放射してるわね。何それ、怪しいんだけど。なんかあった。経験の箱だ。ねえ、この辺敵が強くてやだ。さっきの青いやつ嫌だったね。さっきの青いのめっちゃ強かったもん。もう会いたくないな、あの青いやつ。なんかある。地下通路レベル1。多分ここだな、行かなきゃいけないの。だよね。ほら、地下通路を通って暗き森に行き、ニファスの木を探し巻物を取れ。暗き森が地下通路の先ってことだもんね。で、暗き森。忘れられし塔、魔女、やばい人の塔も、暗き森の向こうだもん。ほら、暗き森に行くには、地下通路レベル1行かなきゃダメなんだよ。